この物語は、マインクラフトで学校生活を楽しむ少年たちの青春物語です。この物語はフィクションです。温かい目でご視聴ください。朝か。あ、りっちゃん、久々やん。お、久々やん。お、肩に乗ってんけど、びっくりした。肩乗ってんけど。え、りっちゃんどうしたん？え、その通りどうしたん？りっちゃん。え、今日ガンタンクだから。ガンタンクって何？それ、何だ、買ってんの？名前なんて言うの、それ。だから、じゃあ、一心同体やから。あ、一心同体。いや、でも片方乗ってないねんけど。これは違う、これ。なんか、外部の。外部の？乗せれる、乗せれる、乗せれる。いけるいけるいけ、乗せれる、乗せれる。乗せたて。おい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 。あ、どうした、リアさん。あいつ喋らんでんけど、なく。おはようございます。おはよう。寝起きドッキリ。疲れた。何やってるの、お前。何や。起きてるやん、俺。行こう行こう行こう。今日はね、なんか普通に学校に来いと。もう来なさすぎるし、コメントでもすごい叩かれてる。死んだんじゃないの？あ、お、バナナ。何してんの？あ、じゃーす。変化もない。どうしたどうしたどうした。あれ、何してんの？あれ、お前死ねんのだろ。あ、おはようございます。あ、やめ、お、お前かかる。うわ、うわ。やばい。何してんの？え？ちょっとおはようございます言いたいの。ちょっとなんかしてんの？ちょっと鳥。あれ？あ、草生えてる。おはよう。どうしたんですか、エゴさん。おはよう。ああ。誰？これの水色の。臭いの。匂いわかる。先生だよ。え、俺の靴なんやけど。痛いんだけど。いじめられとるやないか、お前。俺の下駄箱。あ、りっちゃん鳥取れた。あ、りっちゃん鳥。痛いけど。あ、鳥来い。あ、鳥、鳥。ああ、僕じゃない、僕じゃない。おい、違う。なんでこうした、なんでこうした、なんでこうした。いやいや、とにかく靴履いて。あ、お前だと、あんまバラの靴ないなよ。俺の靴ね。お前買ってきただけ。あ、え、なんかテスト取られとんねんけど。あ、これ教室行こうって思ってんけど、誰もおらんねんけど。もうみんな来てるで。あ、もう来てんのか。今教室だと、声聞こえるな。左やったほうがいいと思って。とりあえずね、さっき見えてる。うお、筋肉落ちてる。見えてんねて、見えてんねて。それなんか、なんか怖い怖い、見えてる。なんかなんか腕みたいな見えとんねん。お前バナナ。見えとんねん。お前殺す、お前殺す。なんか、ま、待機しとんねんけど。待機しとんねんけど。はい、オッケーオッケー。なんでそっちからやるんねん。待機してんねんけど。何を切れてる。あれ、なんか、あれ、バナナさん、あれ、あれ、バナナ、ちゃうやろ。ちゃうやん。え、教室ちゃうやん、お前。バナナ、行くぞ。いや、連れて行かれてんけど。しゅう先生、今日もちょっと朝の会を。そうね。てか、なんで、なんで今日は服着てんの。お前、皆さんも、ちょっと落ち着こう。喧嘩しすぎやで。じゃあ、バナナがさ、ここにあるぞ、でも。なんで、なんで、なんで。先生、ちょっと服脱いでもらっていいっすか、やっぱり。服脱ぐ？俺らの教室どうかったっけ？早行けや、こいつ。早行けや、もう。ええから、ここら。エゴ先生、あれ？もう一個、もう一個。え、俺、どっちがいいんやけど。俺も。俺も。ちょっと、どっか行って。我慢する。ちょっと、えまあまあ、いいや。とにかく、じゃあ、朝の挨拶しよう。あ、てか、エゴ先生、どこ行ったんすか？え、今、俺の公園に教室案内する。おはよう。あ、おはようございます。おはようございます。なんか声聞こえんねんけど。あれ、え、生徒一人ここ。あれ、クラス一人やったっけ。なんでここまで聞こえんの。結構遠いね、あの教室まで。おいで。行きます。めっちゃ声聞こえんねんけど、ここはね。なんで響いてくんねんけど、ここはね。あ、こっち来てない。あ、かけてくれ。あれ、俺らも来てない。なんか、あ、体お前ちゃうやろ、お前。あ、来た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 。あ、落ちた落ちた。おはよう。あ、みんな欠席。あ、欠席や。欠席じゃない、出席っす。え、ニッチャだけ欠席で。あ、欠席。今日はちょっとみんなで。ちょっと、お前走りやぞ、お前そこまで。あ、ほんまや。あ、いや、ここじゃ、ここじゃない、走り。え、マジでこっち。え、ちゃうで。走り、あの、アニメさんの種類。あ、そうなんや。へえ。朝の挨拶しましょう、じゃあ。そうね。壊れてんの。生徒会長。はい。その後。なんでまだこのパンツ入ってんの。まあ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 、気持ちは入ってんねん。あいつは入ってんねん。あれ、なんじゃん。いやいやいや、汚い、臭い、キモい。あ、よかった。
おマダムなれよ、お前。届かへん。いやいや、なんでそこやねん。取ればええやないか。かわいそうや。なんで俺嫌だ。ちょ、挨拶しましょう。結構入っとんで、みんな。じゃあ、ちょっと朝の挨拶しよう。アニアさん、お前やん。レッツ気をつけ。え、お前いつまでガムついてんの。レイ、おはようございます。おはようございます。今日は賑やかやね、すごい。そして黙れ。いや、口の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 。あ、プール汚いんですか。そうなんだよね、なんかどっかの誰かがプール汚くしたから。どっか誰お前やん。お前そうだ、お前なん汚くしたの。いや、違う、だってあの、運動会の時にさ、プール入ってたよ。あ、ほんまや。あれだけで穴汚いね。いや、なんかかなり汚いらしいんで、プールが、なんか聞いた話、すごい。運動会の時は綺麗かってんけどね。なんで。もう前々回ぐらいめっちゃ綺麗やってんけど。前回めっちゃ綺麗やったよ。じゃあまあ、とにかく行きます。じゃあ、プールの場所まで。行ってみよっか。そうやね。お前らマジなんかいつまで風呂入ってんの、マジで。いたなんで上行った。なんかめっちゃ上行ったけど。なんかみんなお揃いでいいな、今日は。なんかすごい。てかさ、こんな、誰ほんまに、この飛び降りるやつ。すごい、あ、みんな生えとるわ。いや、お前だけやで履いてんねんけど、逆に。え？みんな履いとんねんけど、ちゃんと。バナナ履いてないし。お、上靴脱げよ。履いとるよ。履いとるよ。ごめんなさい、ごめんなさい。履いとるよ、びっくりした。仲良く履いてんのに、今日は。背中の部分あるで。俺もあんねん。いやー、プールなんかね、汚そうやからな。ちゃんとシャワー浴びてな、最初。ちょっと、シャワー出して。めっちゃ久しぶりに来たもん。もに誰やこの階段の前にマダムのティーバッグ置いたんじゃない。あー、ちょっといいね、マダムのティーバッグ。いやってことで、なんかないんですか。なんかこう工具とかないと。ちょっとこれ水抜きもするんですか、これ。聞いてない人でしょうか。でももう夏の季節も終わりなんで、水抜きした方がいいんじゃないですか、逆に。そうだね、ね、でもいいね。ちょっとみんな遊ばんと、相当汚いぞ、この水さっきから入っとるけど。お前二人でもうペアもういいってカップルみたいになってるって。もちろん待ってカップルみたいになってるって。あー、やめて、こらじゃないよ。いや、お前ちょっと、待って、あ、やばい、やばい。あー、よーし、よーし、たくで、よし、成功やぞ。ふてよ、お前。エボ先生、どうして、そう、スポンジもらいます。まず、とりあえず水抜きしよう、水抜き。アニメさん一人で頑張って、みんなスポンジ持ってこれ、ちょっと水抜きしよう、とにかく。スポンジ持てよ。スポンジ持てやばい、助けて。スポンジ持てスポンジ、みんな、もっと奥も、え、俺スポンジない、もっと出して、スポンジ、バーブ、スポンジ、ちょうだい、バーブ、バーブ、スポンジ、スポンジ、もっとスポンジ、スポンジ出して、スポンジ、プリーズ、飲め、全部飲め、あー、スポンジ、消して、いけ、お前誰、ここ穴開けんねん、お前ほんまに。あ、ふざけた。やばい、一斉のでジャンプだ。一斉、あ、間違えた。あ、